何？何そんな怒ってんの？は？別に。ずっと会話になんてなってなかったのかもね。ずっと。誕生日おめでとう。ありがとう。この星に人間は私たち二人だけって気がしない？すげえいいね。来年の誕生日プロポーズしよう。何？ん？なんか言った？夜にしか着いて朝で溶かして何かを引きずって伝えたら壊れちゃうんじゃないかと思って。恋愛映画みたい。待つ人がいるってことは奇跡です。愛だね。愛で、何考えてんの？ん？ちょっと